皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシロウです。この動画は今週1週間あったカメラにまつわる新製品情報やトピックスの中から気になったものについて、写真を撮るのが好きな素人が好き勝手に喋っている動画です。改めましてこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシロウです。今週気になった新製品情報とトピックスはご覧の通りとなっています。それでは新製品情報から見ていきましょう。新製品情報、まず最初はニコンです。ニコンルモアーズの方に Z9 のスペックに関する最新情報が掲載されています。イメージセンサーの方なんですけど、2400万画素の積層型 CMOS センサーになるみたいです。そして AF の方なんですけど、動物や人に加えて自動車の認識もするようです。そしてマイナス7 EV の低照度にも対応しているそうです。あと連写枚数なんですけど、最大120コマ毎秒となっています。これはですね、6メガ程度の低解像度モードの時ということなので、おそらく JPEG-S モードだと最大120コマということになるようですね。あとモニターの方なんですけど、新設計のポートレートモードに対応する改良型の可動モニターということなので、おそらくはこれはバリアングルではなくて三軸チルトなんだと思います。あとシャッター音なんですけど、無音から大きな音まで調整可能、 D6 のマシンガンのような大きな音も可能ということになっているので、これはね結構面白いなと思います。あとレンズ交換時や電源オフ時にセンサーを自動に保護するマルチリーフブレード保護シャッター搭載ということです。あとカードスロットの方はデュアル CF エクスプレスカードスロットとなっています。バッテリーの方なんですけど、 D6 と同じもので USB-C 充電可能な新しいタイプも用意するみたいです。そして正式発表の方なんですけど、10月ぐらいになるようです。とまあこんな感じですね。結構ね、最高発ということもあって、 AF なんかはね、動物や人だけじゃなくて自動車なんかも対応するみたいですし、あとはね、イメージセンサーを保護するシャッターもついたりとか、その他にもシャッター音をね、自由に切り替えられるようになってるみたいです。このね、シャッター音の自由に変化できるっていうのは、おそらくは電子シャッター時のみで、メカシャッターの時にはね、さすがに無音から変えたりっていうのはできないと思います。あと、D6 のようなマシンガンのような音も可能っていうところもね、これは結構面白いんじゃないかと思います。そして正式発表は10月なんですが、発売の方はというと、半導体不足の影響で今年の発売はちょっと難しいかもしれないということです。あと Z9 に関しての訂正があります。以前この写真を見て、手前側の、ね、カメラの方も Z9 のように言っていたんですが、これはねどうも視聴者さんからご指摘があったんですけど、どうもねレフ機の D1 桁系みたいですね。改めて見るとね、やっぱりそう言われてみればそうだなって感じですよね。 Wi-Fi ユニットが外付けだったりとか、厚みもね全然違いますし、ちょっとねこの辺はもうちょっとねしっかりと確認をしてね喋っていかないとダメだなと思います。以前に比べると再生回数もね低いながらも回り出してきたので、こうやってね視聴者さんからご指摘をいただけるっていうのは非常にありがたいことだと思います。これからもねちょっとちゃんとしたね情報をお伝えできるようにしていきたいと思います。新製品情報2つ目は富士フィルムです。富士ルモアーズの方に9月2日に発表される新製品の情報が掲載されています。富士フィルムの方からは公式な発表はまだされていないのですが、どうもね9月の2日の日にまたね X サミットの方が開催されるようです。その時に発表されるのがこのような感じになるのではないかと言われています。ほぼ確定となっているのが GFX50S2、 それとGF35 70mm F4.5 5.6 ということで、可能性があるものとしては XF33mmF1.4、 可能性がないのは XH2 となっています。この他にもですね、 X シリーズでもう一台何か発表されるかもしれないと言われているのですが、こちらの方はねまだ具体的な噂というのはまだ出ていないです。まあね、この GFX50S2 っていうのはね、かなり中盤にしてはね低価格なモデルになると言われていたやつなので、結構これはね楽しみではあります。まあね、 X サミットの方が9月2日ということでもうすぐなので、お盆休み明けぐらいに富士フィルムから開催のね正式発表があるのかもしれませんね。新製品情報については今週気になったトピックスです。日本経済新聞に2020年デジタルカメラと CMOS センサーの世界シェアランキングが掲載されていました。デジタルカメラの方なんですけど、1位がキヤノン、2位がソニー、3位がニコン、4位が富士フィルム、
5位がパナソニックとなっています。やっぱりねミラーレスで苦戦しているニコンなんですが、レフ機と一緒になるとねやっぱり富士フィルムよりは上位に来るみたいですね。それでもねニコンは前年比に比べるとマイナス 4.9 ということなので、今後ねちょっと心配なんですけど、 ZFC がね好調な分だけちょっとこの辺はね今年の結果っていうのは変わってくるかもしれません。そして1位2位なんですけど、キャノンソニーとも前年比でプラスになっていて、特にキャノンの方がね大幅に伸びているのはやっぱり R5、R6 の影響かなと思います。まあニコンが下がっている分をキヤノンとソニーが食っていったっていう感じですね。そして CMOS センサーの方なんですけど、1位がソニー、2位がサムスン、3位がオムニビジョン、4位が SK ハイネックス、5位がオンセミコンタクターとなっています。こうしてみるとねシェアの方はソニーの方が大幅に落ちていて、サムスン、オムニビジョン、SK ハイネックスがシェアを上げています。これに関して言うとね、デジタルカメラ用の CMOS センサーだけじゃなくて産業用の CMOS センサーとかも多分含んでいると思うので、こういう順位になってくるのではないかなと思います。まあそれでもソニーのねセンサーが好調かと思っていたら、前年比に比べると大幅に下がっているのがちょっと気になりますよね。はい、いかがだったでしょうか。いよいよねニコンの Z9 の方も最終的な情報っていうのが出てきましたね。実際東京オリンピックではテスト機をプロカメラマンの方にね貸し出しされているみたいなので、もう発表目前かと思われます。スペックだけ見ているとね他社のメーカーを意識しつつねいいとこ取りをしたカメラっていう感じになっているみたいですね。さすがね後発だけあってその辺をねしっかりと抑えていると思います。このねニコンの Z9 が出ることによって、このイメージセンサーを守るためのシャッターだったりとか、あとシャッター音を調整できるとかね、こういうところがもうミラーレスカメラのスタンダードになっていけば面白いなと思います。あとは9月2日にね富士フィルムが X サミットを開催するみたいです。まあメインはね GFX になるんでしょうけど、 X シリーズもねもしかすると発表するかもしれないと言われているんですが、個人的にはね X70 の後継機みたいなのが出てくると嬉しいんですけどね。昔ね X70 半年ほど持ってたんですけど、どうもね自分には合わなかったのですぐ手放しちゃったんですけど、もうちょっとねあれの何て言うのかな、レンズ交換できない XE4 みたいなね、あんな感じに仕上がってくると結構ね魅力的なカメラになると思うんですけどね。出てくれないですかね、やっぱりコンデジはね今ビジネス的に難しいんで多分出ないとは思いますが、そういうのも期待したいと思います。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今週の週刊カメラニュースが面白かったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。良い週末を。